お疲れ様。お疲れ様です。ついに、今日は、これは大谷君通信最終回として今日はこれを撮影を行いたいと思います。どうですか、どう思いますか、最終回ってことで。最終回、ちょうどこの前、あらわしさんに、あらわし通信の方が、あらわし通信、あれワンデーね、ワンデーか、ワンデーね、ワンデーの方が再生回数多いって言われたんで、超えられてたね、はい、それを超えれるように超えれるように、超え、まあ爪痕残したい。爪痕、前そういえば最初に現れた時も爪痕と言ってたね。残る、なんも、なんか出せよ。完全俺待ちじゃん。ちょ、先輩ちょっと練習後にはやっぱりこれでしょう。布これなんすか、動画ですか。動画だね、てか YouTube に残す、せっかくこれずつ残るから。マジっすか。ちょっと厳しいやつやったね、今ね。ちょっと待ってください。あ、マジか、マジか。しゃー、生で見れる日が来ると思わなかった。布ー、すいません。これ生で見れる日が来ると思わなかったっすよ。今日はパイセンが発作だよね。ありがとうございます。じゃあ、まあ、でもこれ以上何も期待できないですけど。落ちもないです。まあ、最近さ、俺さ、はい、あのワンデーもその表しのとか、はい、高野さんのとか、もともと A ちゃんまで始めたけど、はい、これからうちの試合近い人をでワンデー取っていこうかなと思ってるから、あの、まあ、大谷君もデビュー決まったから、まあ、一応大谷君通信は終わりにして、まあ、試合前にワンデーを取ったりしようかなと思うんだけど、うちをプロデューサービーブ戦が決まったんで、まあ、はい、それはその時にまたワンデーは取るつもりなんだけど、はい、ちょっと一応大谷君通信最終回ってことで、なんかちょっと一言もらえますか、はい、これ大谷君通信たくさんの人に見ていただいて。そんな見てないけど、ね、大体200ずつぐらい、ね。はい、ワンデーも期待してください。うん、だ、高野さんのやつとか結構、なんだっけ、初回の、ね、いや、すごいですね、うん、多分2000ぐらいは行く感じだし、2回目のも1000ぐらい行きそうだし、それは超えれないですね。大谷君のデビュー戦のあの成長結構伸びてますね。リセールとか多かったけど、いいえ、なんか普段より多かったね、うん、はい、まあ、にわかにこう、まあ、注目されてるんだと思う。完全に北岡さん効果で。まあ、そんなこと言ったら高野さんだった。それはサラミも選手も同じことだから、うん、私でも私みんなそうだと思う。頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。